ルネッサンス、ねえ、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、DVD で、いやなんかずいぶん緩い出囃子がかかっちゃったね。なんか、ねえねえみたいなね、名人劇場かと思いました。いやいやいや、まあしかし2009年、うん、最も大きなニュース、うん、これやっぱり政権交代です。あ、政権交代ね、鳩山さんが総理大臣になりました。ハトピー、ね、ハトピーじゃねえよ。ハトピーじゃねえ、ハトポー、ハトポーでもねえよ。ハトポーでもない。鳩山さん、あれは驚きました。ねえ、ピンチですよ今。どうなんですかね、鳩山さん。まあ鳩山さんも常に鳩が豆鉄砲くれたみたいな。そんなことないです。ハトってだけでしょ、別に。そんな顔してないよ。豆鉄砲くれただけであんな、なんだったら本当の鉄砲くれたらどんなの。死んじゃいます、死んじゃいます。シュッてなるんですよ。もう物の例えみたいなもんですから、そんなもん。常にあの神さんが横にいるとああいう顔になっちゃう。ならないですよ、失礼なこと言うな。別にさーこーいつもじゃねえよ。あの時だけだよ。あの時だけ歌ったの。何者なんですかあれは。常に歌うわけないだろうがよ。おかっぱ不思議おばさん。そんなあだ名がねえよ、うん、そんなあだ名つけてもねえよ。サゴジョ、サゴジョじゃない。サゴジョって言われてます。サゴジョとも言われてない。失礼でしょ。ファーストレディですよ、日本の。本当に、ね、驚いちゃいますよ。まあね、でも本当にあの民主党がとにかく選挙で大勝利を抑えましたけども、ね、まあ、その一番大きな原因の一つも言われてるのがね、うん、あの小沢一郎さんが送り込んだあの美人女性議員たちね。小沢タリアン。違うよ、小沢ガールズ。小沢タリアンみたいなことになっちゃってる。小沢ガールズね。よくガールズトークしてる人、ね、してないです、ね、そんな年でもないと思いますけどね。あ、うん、まあでもね、あの中でも田中美恵子さんが、ね、田中美恵子結構ね話題になりました。これ話題になりました。当選した途端に次から次へと過去がどん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 、いろんな過去がねあるんですよ。お前は静かな湖畔かっていうぐらいね。過去過去過去分かりづれえよ、まあ、その過去過去過去じゃねえんだ、分かんねえよ。過去過去過去どんどん出てきた。何なんだよ、何なんだお前は。いい加減にしてくれっていう、ね、いい加減にしてくれ。俺がお前に言いたいですよ。苦しいよ本当に。本当にね、ねえ、うん、まあでもね、あの田中美恵子さんそれこそいろんな過去があって、うん、なんか風俗ライターをやってた、ね、風俗ライターですよ。あとね、映画に出ててそこでヌードにも、これがひどい映画なんだ、またね、エログロナンセンス、エログロナンセンス。タイトルがそれ、うん、猛獣 VS 一寸法師。本当ですから、そんな映画ですよ。ね、一寸法師役こいつですか。俺じゃねえよ。過去過去過去、いやいや過去じゃねえよ。田中だし、田中だしじゃねえ、関係ねえよそれは。ね、それだけじゃないですよ。なんかね、なんか雑誌のよくあの袋とじに出会い系のなんかあるじゃないですか、そういうの。あれの桜にね、なんかなってたの。その桜じゃねえ。その桜じゃねえし。桜、うん、でなんか出てて、出ててそこに自分のなんかね、うん、電話番号とかアドレスも載っけてた。全部載っけた。そこに電話してきたのが小沢一郎だ。そんなわけねえだろ。小沢さんとの出会い、そこで出会ってどうすんだ。おかしいでしょそれ。よくわかんないですよあいつら。ね、あいつらあいつらじゃん。あいつらってことはないです。小沢さん全然やってないですよ。与党に向かってね。うん、まあしかしね、うん、民主党もいろんな問題抱えてます。問題ありますよ。例えば今回ね、注目があのヤンバダムの問題。ヤンバダムもね。ねえね、公共事業だな、大変ですけどもね。うん、ある時でもこのニュース初めて知りましたね。うん、あれ、ヤンバって普通読めないじゃん。読めない。ヤツバ。ヤツバダムって書いて。難しい字だよ、ヤンバダムって読むんだね。うん。じゃああれ八幡村もヤンバカ村だって。いやいや違う。あれは八幡村でしょ別に。楽しそうでいいよ、ね。何が楽しそうだ。ヤンバカ村だ。ヤンバカ村だじゃね。ヤンバカ。いやバカじゃねえ、なんだそれは。ねえ、ねえ、まあね、そこはおへそなの。うるせえよ、ね、菊蔵師匠、菊蔵師匠ですね。まあね、でも今菊蔵さんですけどね。あとあの鳩山さん今大変ですよ、あの虚偽記載疑惑というのがありますね。メンバーがあってね、これはね、あのいわゆる献金をもらってその名簿があるんだけど、そこにもうすでに亡くなってしまった人の名前をね書いてたんですよ。織田信長とかね。そんなわけねえだろ、バレバレだろ、そんな名前返したらお前。藤原鎌足とかどんどん昔になってんじゃねえかよ、まあ、昔すぎるよっていうね。そうだよ、それおかしい。最近マイケル・ジャクソンって書くうるせえよお前。書かないです、うん、大変です。バレたいのって話でしょそれ。ね、よくわかんない。疑ってくださいでしょそれ。何をやってんでしょうか、ねね、あとね、うん、やっぱりあの鳩山さんといえば、うん、実の母親から、あ、これもね、今政治資金を提供されてて、どうすんだろうねあれ。6年間で11億円母親からもらった。冗談じゃないですよ、ね、うん、それを追求されたら知りませんでした、うん、知りませんだろうはねえだろって ね、まあ、センタロは言ってないです。とぼけんのもいい加減に。ほんととぼけてるんですよ。あのローバー誰ですか。母親だよ。そこまでとぼけてない。いやいやいや、そこまではとぼけてないです。お母さんは分かってますよ。とぼけてますよ、ね、でも本当に。であの鳩山弟の国夫さんでしょ、うん、自民党の。そうそう、あの人も同じ額だけお母さんからもらってたわけですよ。てた、それもびっくりだよね。びっくりだよ、お前の方が弟だったのか。そこじゃねえ。
そこをびっくりしたんじゃないですか。いや確かにそうだけど、どういうことなんだ。そこがびっくりしたポイントじゃないです。同じ額だけもらった。同じ額だけだって、弟の国夫さんが最初その総理に向かってね、うん、お兄さんに向かって散々批判したんですよ。そうですよ、あんなのおかしいっつって、うん、そこ自分も同じやっぱりお金もらってたり、ね、それで今度またとぼけたね。ネミミニウォーター、なんでルーおしばなの。ネミミニ水っつったんだよ。ヤブカラスティック、だからルーおしばじゃねえか。そんなことは言ってないですけども、ね、何なんですかあれ。しかしでもさ、どうしようもないね。どんだけお金持ってんだあのお母さん、ね、鳩山さんの、うん、すごいですよね。財産がすごい。まあでも確かにあの鳩山家はね、うん、とんでもない家柄ですよ。血筋がすごいんです。すごいですよ。だってそのお母さんのお父さんっていうのは、うん、あのブリヂストンの創業者、うん、石橋正二郎さんなんですよ。そうですよ。すごいですよ。その上息子の友達の友達はアルカイダです。それ関係ないですよ。それでものすごい家系、アルカイダ家柄とか。どういう家系なの。家系じゃないから、ね、友達って出てる。別に家から関係ない、羊も関係ない、そんなことないですから。すごいです、ついていけないですよ。まあね、でも本当ね、うん、それが問題になって今も鳩山総理のね秘書もちょっと事情聴取、あの、ね、起訴されたりとか、やばいですよこれは。だからもしかして鳩山総理はね、うん、総理を辞めなきゃいけないかもしんないなんて今も民主党内では戦々恐々としまった、うん、一番ビビってるのは鳩山九郎だっていう。そっくりさんじゃねえかよ。いいよ別に仕事なくなっちゃう、いいよ仕事なくなるかもしれない。この際構ってらんないでしょ、あの人。構ってらんない、しょうがないじゃん。構ってらんない、ね、いずれ辞めるんだ。構ったつもりはないですまあしかしね、政治で言うと、あと今年話題になったのが事業仕様、あれもすごかったね。みんな見てたんじゃないですか。あれみんな集まっちゃって、視聴率すごかったらしいからね。そうなんですよね、うん、この予算はいるだいらないでけんけんがくがくやってましたけども、すごかった。まあそんな中で、うん、一番目立つのは何つったってね、あの民主党の、そう白いジャケットかね、さっそうたらわれて、そうそう、あの質問攻めにしたあの人ね、白鵬蓮舫殿なんで横綱が来たの。いや、どうもじゃねえよ来るわけねえだろ。それはどうなんですか。それはどうなんですか。蓮舫、蓮舫、まあ相手に何にも喋らせないでしょ、あれ全部質問で、やつぎばやですよ。全部質問ですよ。それはどうなんですか。一般利用者いるんですか。それはあの研修受けてるんですか。昨日何食べたんですか。そんなこと聞いてないその服どこで買ったんですか。そんな質問するわけねえだろ。海は死にますか、山は死にますか、定まさしか、どうですか。それはどうですか。先盛りのおたか行ってしまいます。うるせえ、なんだそれは。元気ですか。元気です。